クロシア軍、避難バスを砲撃、地雷を人狼回廊に。現在、ロシアがウクライナに対して侵略戦争を行っておりますが、この戦争の中で、ロシア側が民間人を、避難民を攻撃していることが確認されました。まず5日に、ウクライナのマリウポリシュのボイチェンコ市長が、私たちは騙された。午前9時から午後6時まで停戦になると言われた。 準備するようにと言われ、バスも用意した。しかし今日問題を全て理解しながら、ロシア軍は私たちのバスの車列を砲撃し、半分を破壊した。避難のため集まるよう呼びかけた瞬間、砲撃が始まったと告発いたしました。また7日に赤十字国際委員会が、ウクライナにおいて民間人を避難させる人道回路とされた道路に、時代が 埋められていたため避難できなかったと発表,し発表しました。さらに、ロシアの国防省は、この人道回廊の避難先として、ロシアやベラルーシ国内を指定しており、ロシア軍が、まあ、ロシア側が避難民を、民間人を避難させる気がないんじゃないかと思われます。現状、ロシア政府は、この人道回廊を、ウクラナ政府を批判する道具として、 悪用しているように見えますが、まぜ、あ、ひとも、ロシア軍には直ちに侵略戦争をやめていただき、まあ、当然、民間人に対する攻撃もやめていただいて、これ以上ですね、戦争を継続しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。